新聞記者、への罪状、それも、微妙に抜けてしまった感じはある。殺人罪が成立、とはいえ、それで死刑にはならない。十数年かの懲役の後は一般人に戻る、法律。罪を告発され、適当な、懲役、を受け、その果てにその刑期が終わった？ら、あとはもう。自分は、この犯罪には直接は関わってない。関わったろう人々にしろ、告発しない？そんな状況はある。大賀さんの審判にしろ、死刑だが自殺を、他殺は否定した。この結果に対しても、大賀さん、への不信はある。とはいえマクロで見ると元凶は、ユダヤ教の王であり、そこが彼らを支援しなければ、この事態にも陥らなかった可能性は高く。なんとも、存在だけ残ってる感覚は、重い。宗教家、にしろ、何かの責任を問うような流れも発生せず、しかし、問題は何か？それは別にあるか。